ね、なんかアニメートの社長もいるみたいなんで、やっぱりその日本といったらアニメートじゃないですか。ちょっといけるかはわかんないですけど、ワンチャン可能性をね、ちょっと感じて突出していきたいと思います。ということで、今もうアニメートさんのすぐ近くにやってきてるんですけども、目の前がね、電車なんですけどね、タイのお宅もね、やっぱ日本のお宅と変わらないですね。なんていうか、すごいね、やっぱね、タイのお宅も日本のお宅と同じように、本気度ってやつが違いますよ、やっぱ気合の入れ方が。アニメートさんにやってきました。このね、やっぱ見慣れたロゴがあればね、ホッとするというか、やっぱね、英語だったり、日本語だったり、タイ語だったり、なんか混ぜ混ぜなんでね、カルチャーってやつでしょうかね。早速、潜入していきたいと思います。基本的に書いてるものがやっぱりタイ語なんでね、自分でも LINE マーク5000冊ぐらいは全部今買ってるんで、相当 LINE 課金して、今、自由課金者ですからね、何が流行ってんのかっていうのをね、聞いていこうかなと。アニメートさんに、どうやらあの、社長さんがね、やっぱいるみたいなんで、ちょっと突然しておきましょう、はい、突然なんですけど、はい、インタビューとかね、あっさりですよ、はい、大丈夫。あー、なんかいきなりここの役ありがとうございます。店長大谷です。名物店長って噂を聞いたんですけど、恥ずかしい、ありがとうございます。じゃあ次は社長さんよりも店長さんに聞いた方がいいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。アニメートの中で今何が流行ってるのってか、ちょっといろいろ案内してほしいんですけど、タイのアニメートっていうのは初めてだと思うんで見てると思う。僕のおすすめ、伊藤君のシスターズから。じゃあちょっとタイのおすすめをご案内します。タイのはね、本格版がすごく多いので、逆にそのままのものもあるんですか。日本で見えるんですよ、結構多いんです。そうなの。タイって日本人好きなんですか。大好きです。10代、20代の高校生とかが好きなものって何ですか。スケート。スケートですね。完全にやっぱり若い世代ですね。10代ですね。そうですね。コナン鉄板。はい。毎年映画やってるんですよ、コナンとドラえもん。こっちでもやってるんですか。やってますよ、毎年。日本と違うのってあるんですか。こっちでバズったのがね、一時期はこちらなんですけど、タイ人のキャラクターが出てるんですよ、なんか。タイ人が出てきてるからすごいバズったとか。バズったんですよ、本当にすごかったですね、一時期は。そうなんだ。タイってバズると、なんかどんな現象が起きるの。タイの限定版を発売したんですけど、1000人ぐらいお客さんが並んで、T シャツかなくなって。ここでですか。ここで、ここで1000人。1000人並ばしてね。すいません、お客様、いろいろ並んでて、本当にごめんなさい、本当に。買えなかった人、本当に申し訳ございません。あとはもう本当に日本と変わらずですね、バズっす。コナンね、最後番組ラブライブとアイドルマスターとか、ね、あー、まあ、鉄板きましたね。ぶっかけ、一番売れてるものランキングつけるとしたら今1位はまたワンピースなんです。やっぱワンピースなんですね。やっぱりワンピースなんですね。マッチョなオーベルジンのやつワンピースね。ビチビチになりながらやってます、ね、タイ人よりもオーベルジンが安いとお土産として、はい、ナンバー2がコナン、ナンバー2、はい、やっぱラブライブナンバー3、ナンバー4がアイドルマスター。やっぱアイドルって強いですね。強いです。ちなみに店長さんが好きなのは何ですか。これ何がおすすめですか。可愛いですよね。タイでしか売ってないタイの限定版のグッズなんですよ。タイ人にはあんまり人気ないですか。もしかして。いや、タイ語版が配信されてたんですよ。終わっちゃったんですよ。でも日本は7月にライブがある。じゃあちょっと日本の人はちょっと盛り上げて、これからタイに来て、はい、買ってくれと、はい、限定版で限定版頑張ってるから買ってくれということですね。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。すごい大盛り上がりなんですよ。日本タイのアイドル文化だね、やっぱり。